ダブルクリック、あ、フラッシュ、これいいわ。消えないんだ、これ。消えるやつはダメなんですよ。はい、YouTube、 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回紹介するのはですね、こちらになります。はい、ライトばっかりね提供いただいてて、ライト星人になっちゃってるんじゃないかっていう感じですけど、なんだそりゃって。トゥーワイドさんの CL1200 というライトになります。こちらですね、 Amazon で5988円の製品になります。自転車専用ですよ。ちょっとね、もう早速中見ていきましょう。この後ろにもね、結構いろいろ書いてあるんですけどね、それを見ながら勉強しましょうか。1200ルーメンですね。ハイが1200ルーメン。ミドル、真ん中が600ルーメンですね。ローが300ルーメン。これだとローでもいいような感じがするな。300ってね、結構明るいですね。はい、ゴロゴロっと出てきますよ。とナイトフラッシュっていう300ルーメンのフラッシュと、レイフラッシュっていう600ルーメンのフラッシュがある。まあ一番明るいね、1200。多分ね、1200ってほとんど使わないと思うんだけど、それだと1時間45分。まあちょっと短めだよね。600だと3時間30分、300だと6時間30分ね。だから全然いい感じじゃないですかね。300ルーメンのフラッシュだと9時間。600ルーメンのデイフラッシュだと10時間。あ、なんか長いんだね。デイフラッシュの方が長いんだ。なんかちょっと仕組みが違うのかな。なんか AI、ナイトレジェンド AI。なんか AI 内蔵なの ?AI で何すんだこれ。ねえ。あと、タイプ C。はい。後ろにね、充電するとこあるんですけど、これがタイプ C ですね。新しいですね。もう今タイプ C の方がいいですね。はい。スーパーブライト。うん。スーパーブライト1200。まあ、超明るいってことで、1200でね。アンチリフレイ、リフレクソって書いてあるね。これはこのライトがね、こういう作りになっていて、で、ここ、レンズが、いろんなレンズが、こうね、いろんな向きで使えるっていうかね、上に光がいかないようになってるレンズになってる。こう、前方から下をメインで照らすようになってます。まあ実際ね、明るいので、多少はね、上にも盛るんですけど、そういう感じだと思います。はい。防水が IPX6 です。バッチリですね。1.2 メートルから落っことしても大丈夫。ね、これがね、いつも気になるのよ。1.2 メートルから落っことすって、どこに落っことすんだろうなって。はい。ね、今中ちょっと読んでたんだけど、ここに書いてあるのとちょっと時間が違ってて、中に書いてあるのはナイトフラッシュもデイフラッシュも10時間って書いてある。うん、なんでじゃーって感じだよね。微妙に違う。うん、どっちかが印刷ミスみたいな感じなのかな。はい。0.5 秒間スイッチを押すと、あ、はい。一瞬だとつかないけど。はい、これでつきました。はい。あね、ここで。押したらつく。押したら消える。押したらつく。だけど、軽く押すと、あ、これね、長押し間隔が長くなくて使いやすいかも。つける時の長押しが長いやつあるじゃない。あれ結構めんどくさいんだよね。走りながら、あ、ここトンネルだからつけようっていう時が時々あるんですよ。で、その時に、長押し感が、長いと、こう、自転車運転しながらだと、ぐーっとこう長い間押して、2秒とか押さないといけないとか、3秒とか押さないといけないって無理なんだよね。で、0.5 秒なんで、これの場合、これでもうつく。で、あ、いいね、これ。で、これがローなんだね。300。これで300か。いけるんじゃない?これ。これね、夜いけると思いますよ。これで6時間。で、これミドル。うん。ミドルはもう全然大丈夫ですね。で、ハイはこれ、うん、1200はね、正直言っていらないっす。1200は僕にとっては飾りです。うん。だから電池を大きくするための、まあ、そういうやつですね。1200のやつだから電池が大きいよっていう、そういう感じです。あ、これいいね。はいはいはい。で、フラッシュはきっと、ダブルクリック?あ、フラッシュこれいいわ。消えないんだこれ。このフラッシュね、道路交通法的に OK。消えないもん。消えるやつはダメなんですよ。多分ね、これ道路交通法的に OK。ちょっとまだ、絶対とは言えないですよ。ちょっとグレーな感じはしなくもないけど、これはね、多分 OK。
これはね、このタイプのフラッシュはダメなんですよ。このタイプのフラッシュは消える瞬間があるんで、夜これだけっていうのはダメなんですよ。だけどこれはね、あり。これ9時間なんだ。これありだなぁ。見た目で点滅にはなってないんで、点滅というよりふわふわしてるふわふわ、ね、だから、あ、それでなんだ、ナイトフラッシュっていうのはそういうことなんだね。夜でも下が見えなくならないけど、こうフラッシュしてるよっていう、その感じ。ああ、これね、いいかも。これね、使えるかもしんないね。うん。これはね、ちょっと僕は今回の一番の感動ですね。ナイトフラッシュとかデイフラッシュとか書いてあっても、別にそんなフラッシュの感じはちょっと変わるだけかなとかって思ってたんですよ。これはいいですわ。こう、ふわふわしてることによって、車へのアピールになるんだよね。実際、こうやって点滅してるやつの方が、車にとっては自転車が来たってわかるんですよ。どっちかっていうと、この普通についてるだけっていうのは、なんかついてるよねって、あんまり目立たない。僕も、車運転してて、自転車見るときに、これよりも、やっぱりこの点滅してるやつの方が目立つんですよ。だけど、夜だと、これだと、見えないんですよね。実際。見えなくなる瞬間があるんだよね、運転してて。だから、あんまり安全じゃない。うん。だし、これは禁止されてます、うん、夜のこれだけの点灯っていうのは禁止されていて、これと、まあ、もしやるならもう一個ちゃんと常についてるやつ、その2つにしないといけないんですよ。だけどこれだったら常に見えてますからね。フワフワしてるだけで常に見えてるし、アピール性もあるんで、これいいかもね。ちょっとこれは驚きました。これはすごいかも。これちょっと気に入っちゃったなで、さらにこれのいいとこっていうのは、取り付け方法はガーミンタイプになるんですけど、これをね、上にしたり下にしたりって変えれるんですよ。他社のやつだと下のまま固定で変えられないじゃないですか。これだと上と下変えれるんで、ハンドルの上についてるのって邪魔になるんですよね。持つとき、持ち手で。そこの上からガブって掴むわけにいかないじゃないか、こんな風に。だからこうなってくると、こうちょっと狭くなるなっていうのはあるんですけど、下だったら、こうね、ハンドルを持って、こう、ちょっとぐらいこうなっても、そんなには気にならない。指先はこう開いたり、こう、ちょっと避けたりってできるんで、まだいいんですよ。だから上側についてるのが嫌で、で、さらに上側についてると、こう、振動とかしてると、上が重たいんで、こうなってくるんですよね。で、下向きにつけると、振動しても、こうやって持っててもバランスいいじゃないですか。こういうバランスになるでしょ、これ。ね。なんで、だんだんこう、下向いてきて見えなくなっちゃうとかね、だんだん上向いてて、いつの間にか天井照らしてるみたいな、空照らしてますっていうのはない。うん。なんで、下向きにつくっていうのは好きなんですよ。もちろん、人それぞれ、自転車にもよると思いますけど、やっぱり上につけたいなって人もいると思うんですけど、それを、こいつは、ここについてる金具を取り替えることによって、変更することができます。この六角レンチを使いまして、こう外してもらって、これね、ちょっと、僕のお気に入りになるかもね。これだけでも外れないんだ。ちゃんとこの中に引っかかるものがあって、ああ、はいはいはい、こういう風に作られてんだね。さすがですね、これ。うん、これはすごいわ。うん。ちゃんとここのとこに、こう、はまり込むところがあって、あ、もうこれだけでも一応固定ができる。まあ、このまま走ってると何かの時に飛んでっちゃうといけないんで、ボルトで止めましょう、みたいな感じですよね。で、こういう、止め具もくっついてるんで、これで、カッチャンって止めて、これで走ります。4000mAh っていうのかな ?4000mAh ってやつ。なんで、スマホ1個分ぐらいの電池が入ってる感覚になると思います。このコネクターをくっつけて、こちら側にスマホをつけると充電ができます。夜乗らない時でもスマホ充電器として持っとくのはいいと思います。まあトンネルとかあったりとかするから、ライトとかって大抵持ってると思うんですよね。ロングライドとか行くとき。だけど、スマホが切れちゃうなーっていう時はこれで充電する。いいじゃないですか。明日かこれ使うわ。走ってみてどうかっていうのを見てみます。はい。で、ライトの照らし具合とかも見て、まあ本当におすすめできそうかなっていうところも見ます。はい、はい、今ね真っ暗なところに来てます。でとりあえずつけます。はい、これが今一番弱いやつかな。
で、1個強くして、もう1個、もう1個は何？あ、もう1個強くなったね。こんな感じ。この一番暗いやつ、これでも走れますね、全然。うん、これでいける。で、これ、もう1個明るいやつ。で、これが最大。うん、なんか全然いいね、この暗いので。うん、これが300だったかな。300で全然いけるんですね。300、600、1200ですかね。で、これが600のふわふわ。うん、これ、メインとしてはいまいちかもね、やっぱり。うん、メインにするのはやっぱり、常時点灯の300でいいような気がする。はい、じゃあね、ちょっと走ってみましょう。追い風なんで、なかなか気持ちいいんですけど、あ、全然いけるね、300で。で、1個明るくして、うん、こことここ600と1200、そんなに差がないかな。うん、けど600だと安心だね、これね。600安心だね。300だともう一声欲しいなーって感じもしなくもないけど、全然大丈夫。結構400で慣れてるんで、600だとちょっと違和感あるかな。うん、これ300。300だとちょっと暗いなっていう感じ。600だとちょっと明るいなっていうのが、まあ400慣れしてるからかな。知ってる道だったらもうこれで全然いいんじゃないですか。何回か通ってる道とか。この後ちょっともっと真っ暗になるので、ちょっとそこで見てみましょう。今日は、このね、カメラを目線まで上げてます。なんで結構上までカメラが来てるんで、自分の顔は撮らないです。はい、ここは真っ暗なんですよ。なんで、通常、切るとこんな真っ暗。はい、なんで、どうでしょう。ですね。まあ、いいですね、これで。もちろん1200とかまで行けばいいですけど。これやっぱ上の方が明るくないってわかりますね。はい、ちょっとね、この橋桁使ってライトの感じ見てみます。これ今、ほぼほぼまっすぐに設定してあるんですけど、上の方はね、意外と暗くて、この辺がすごい明るいね、ちょっと下の方が。うん、それで、もう足元の方っていうか、はもうすごい綺麗に照らされてます。こうやってやるとわかるけど、あんまり上の方まで明るくない。かなりこう、下の方重視になっている感じがしますね。なかなかいい感じだと思います。暗いやつ、明るいやつ、一番明るいやつ。ね。なかなかいいんじゃないですか？こういう位置にいても直視すると、やっぱり眩しいには眩しいんですよ。だけど、こう、直に当たってる、もうここはもう今すごいっす。もうあのね、見たらやばいだろうなって感じがする。だけど、この辺からすごいね、柔らかくなんですよ、光が。うん。これはね、確かに、こう、どうだろう。これだともう多分ね、もうやばいでしょ。だけど、もうこれ今、ほぼまっすぐぐらいにしてあって、多分そっちはね、20センチぐらい上に上がってるんですよ、カメラ。もうこうなってくると、だんだん色目が変わってきてますよね、これの。ね。もうこの、もう見えてるっていう意味では、もうこの辺はほとんど変わんないですよ。うん、だけど、こことここの違いがすごいでしょ。で、さらに、今度、ここ上上げても明るいでしょ、上上げても。ほら、今ね、これぐらいまで上がってます。だけど、明るいでしょ。ね。で、これ今正面ね。そこに向かって正面にしてます。で、下に向けます。もうここ暗いでしょ、これで。今これぐらいですよ、角度。だからもうこれでわかりますよね。上にはあんまり光が行ってないんだけど、下にはしっかり光が行ってるって感じが。ね、はい、いかがでしたでしょうか。トゥーワイルドの CL1200 です。1200のセット。いいんじゃないですか。ね、これ、僕これから使います。これね、気に入りましたよ。うん。これはね、びっくり。なんかね、どっかのメーカーのちょっと真似の感じで、なんのかなとかって思ったけど、なんか、もう、いいわ、これ。はい。ではですね、今回の動画はこれで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方は、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。
では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開します。チャンネル登録はこちらまで、よろしくお願いします。うおー。